どうも、うさかちです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは写真や動画に関する情報やパソコンやカメラなどのガジェット類に関する情報を中心にお伝えしてますので、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は、ソニーのフルサイズミラーレスカメラ、α7C のレンズキット実際どうなのというところをお話ししていきたいなと思います。まあ、今日はカメラの話なんですけど、カメラを購入するときってレンズキットっていうものを皆さんご存知でしょうか。皆さんもですね、これからカメラを購入したいなと思われている方多いかなと思うんですけど、レンズキットというものはですね、カメラを購入したときにセットになっているレンズを、まあ、一緒に買うことができるんですね。まあ、もちろんそのレンズの内容っていうのはもう決められていて、メーカー側が、まあ、そのカメラの本体に合ったレンズをちょっと安く買うことができます。まあ、例えばレンズを一本も持ってないけどカメラを購入しましたっていう方に向けた、まあ、初心者パックみたいな感じなんですよ、このレンズキットっていうのは。で、今日はこの僕が撮影で今使ってる α7C という、カメラのレンズキットのレンズですね。ソニーの純正の SEL2860 のキットレンズを、まあ、実際どうなのというところを中心に話していきたいなと思います。で、最初に結論から話しておくと、僕ね、このキットレンズ全く使ってないです。もうほぼ使ってないです。で、全く使ってないので、じゃあ買う価値がないかと言われると、人によってはね、そうじゃないのかなとも思いますので、まあ、今日はですね、その辺を深掘って話していきたいなと思いますので、これから α7C を買われる方で、まあ、レンズキットどうしようかなと悩まれている方は、ぜひこの動画参考にしていただけたらなと思います。それでは、今日も早速動画を始めていきましょう。ではまず結論ですね。なぜ僕がこのレンズを使わなくなったか、このキットレンズを使わなくなったかというとですね、第3弦のですね、標準ズームレンズを買ってしまったからです。買ってしまったからってなんかすごい悪いように聞こえるんですけど、この第3弦の標準ズームレンズってもう超ド定番レンズなんですよね。こちら、こちらですね。ここにある、これがシグマの2870の F2.8 透視のレンズになるんですけど、まあ、この F2.8 の透視レンズのことを、まあ、第三元レンズとか呼ぶんですけど、先ほど言ったこのキットレンズですね、こちらがですね、2860なんですけど、F4 から 5.6 という開放値が、まあ、変化してしまうんですよね。しかも、最大開放値が4。で、60mm の時が最大開放値 5.6 ということで、今動画で撮影しているのはこれ 5.6 なんですけど、まあ、あんまりね、5.6 ってこう、ボケ感が、まあ、思ったように得られない開放値なんですよ。特にですね、ポートレートのような背景をしっかりぼかして、被写体の輪郭をしっかりこう、浮き上がらせたい時っていうのは、この F4 から 5.6 という F 値はですね、めちゃくちゃ使いにくいです。というか、こう、いい表現が、なかなかね、こう、自分の思った表現がしづらい F 値になってます。まあ僕がこのレンズを使ってない理由っていうのは本当にもうこれだけなんですけど、本当にこれだけっていうか、もうこの理由はですね、決定的な理由になっちゃうんですよ。この第三元の標準ズームが、持ってしまうと、マジでこれは使わないです。続いてもう一つの結論を伝えようと思います。で、α7C のレンズキット、じゃあ買う人って実際どんな人が、買うべき人なのかというところですね。これはですね、予算ギリギリで他のレンズを買うことができない。なおかつ、近未来ですね。まあ、数ヶ月後とか、半年後とかにおいても、この第三元の標準ズームとかを買う予定がない人。まあ、そういった方はこのレンズキットを買ってもいいのかなと思います。つまり、このレンズを上回る性能を持ったレンズっていうのはたくさんあるわけなんですよ。で、そのレンズを一本持ってしまうと、本当でこう眠ってしまう可能性があるレンズなんですよ。だからま、その辺をちょっとね、こう注意していただいて、本当にこの、レンズキット必要なのかというところを判断していただけたらなと思います。まあ今かなり主観的な意見が続いてしまったので、まあ別の角度からこのレンズを購入する前に気をつけておきたいこと、知っておきたいことというのを確認しておきたいなと思います。まず一つ目はね、価格です。このキットレンズね、地味にね高いんですよ。これレンズ単体で買うと 52,800 円もします。なんですけど、レンズキットとして購入すると、262,900円なので、α7C のボディ本体の価格、229,900円を差し引くと、約33,000円で購入できます。このレンズ33,000円。まあ、この33,000円皆さんどう思いますか？
僕はね、正直33,000円でもね、ちょっとね、高いかなっていうか、まあ他のものに、お金を当てたいかなと思う金額です。でもレンズ1本もなかったら、まあ撮影できないじゃんということになると思うんですけど、この33,000円があったら、じゃあどんなレンズが他に買えるのかというのをちょっといろいろ調べてたんですけど、僕としてはですね、例えば、ソニーの 50mmF1.8 の、まあ、無印レンズ、こちらがですね、Amazon で、3,145円でした。なので、例えばこの33,000円これに使うんだったら、僕はこの 50mmF1.8 の無印の単焦点レンズ、まあ今思うと自分だったらそっちを買ってたかなと思います。例えばこの 50mmF1.8 を購入するとして、この 50mm という画角はですね、普段人間がこう目で見ている画角と、まあ、大体同じぐらいと言われています。あとですね、 F 値が 1.8 と、結構開放することができますので、まずはね、この 50mmF1.8 とかの方が、この、ちょっと微妙なズームレンズ、微妙と言ったらちょっと失礼ですけど、この微妙な、ズームレンズよりいいかなと思います。まあそもそもなんですけど、なぜキットレンズを買うかというと、これはですね、カメラを初めて持つ人にとってまず知識がないから、メーカーがおすすめしている横に並んでいるこのセットを買ってしまうというところが、まあおそらくほとんどなんじゃないかなと思います。まあちょっと大げさですけど、知識がないと損をしてしまうというのは、まさにこのキットレンズのことだと、まあ思っているぐらい、知識がない時にこう手を出してしまいやすいレンズになります。というのが、まあ一つ目に押さえておきたいポイント、価格というところですね。買う前に考えておきたいポイント二つ目はですね、まあ今の予算と近い未来、近未来の予算が本当でこう作れるかどうかというところです。先ほども話したんですけど、この第三元の標準ズームレンズを買った瞬間に、このレンズほぼ眠りにつきますってなった時に、じゃあまずこの標準ズームレンズいくらするのというところが、まあ気になるかなと思いますので、ちょっといろいろ調べてるんですけど、今回ひとまず GM レンズっていう一番最高峰のレンズ、まあ20万円とか超えてしまうようなレンズはちょっと置いときます。で、このサードパーティー製といってソニーじゃない、レンズ、まず一番有名なタムロンの 2875F2.8 の透視のレンズ、これ G1 モデルと G2 モデルっていうのがあるんですけど、初代のモデル G1 モデル、こちらがですね、 Amazon で、78,000円となっております。で、こちらの SIGMA 2870 の F2.8 透視レンズが Amazon だと、84,500円ぐらいになっています。で、さっき言った、タムロンの2875の G2 レンズが確か10万円ちょっとオーバーするぐらいだったかなと。なので、このレンズが33,000円だと仮定してですね、おおよそプラス4万円からまあ 5.5 万円ぐらいあれば、この第三元の標準ズームレンズが購入できるということなんですよね。まあ先ほども G マスターレンズもありますよって言ったんですけど、この第三元の標準ズームレンズってめちゃくちゃ種類があるので、まあ価格もね、結構ばらつきがありますので、正直これを買うのであればプラス5万円ぐらいして、まあこっちを最初から買えたら理想かなと思います。ということで、このキットレンズにとにかく目的もなく飛びつかずですね、まず一回落ち着いて考えてみて、ちょっと先の未来の予算まで考えてみて、まあ第三元の標準ズームレンズを、検討してみることを僕はかなりおすすめします。続いて買う前に考えておきたいポイント3つ目ですね。これがですね、レンズ径になります。このキットレンズのレンズ径、めちゃくちゃちっちゃいの分かりますかね。これなんですよ。で、さっき言った第三元の標準ズームがこれなんですよね。で、このレンズ径 40.5mm になってます。で、なんだかんだでこの 67mm っていうこの第三元標準ズーム、この 67mm の、フィルター径がね、今めちゃくちゃ多いんですよ。じゃあこれでメインで撮影していって、これ用の ND フィルターとか、フィルター類を買うかって言われると、まあ、別にそれだったら他のレンズを買って67のフィルターで統一したいよねっていうところにもなってくると思いますので、まあこのね 40.5mm というフィルター径がですね、このフィルター類を統一できない理由になってしまうので、まあ、若干この不便さ、素直に使えない感じはあるかなと思います。続いてですね、この動画、終始このキットレンズおすすめしませんよという話をしつつですね、まあデメリットばかりを話してきましたけども、このキットレンズのいいところを最後に紹介したいなと思います。これはね、もう一つしかないんですよ。小さくて軽いことです。
これ見てください。これめちゃくちゃちっちゃいんですよね。これ伝わりますかね。こんな感じ。めちゃくちゃね、ちっちゃいんですよ。軽い。めちゃくちゃ軽い。ほんと持ってないは嘘ですけど、ちょっとね、グラム数、下に乗っけておきますので、めちゃくちゃね、とにかく軽いんですよね。これが、このキットレンズのいいところです。で、まあこの α7C という本体のカメラがですね、そもそもこの軽量でコンパクト、持ち運びやすいというところをテーマに作られたカメラですので、まあその本体のカメラのテーマとしての相性というのはめちゃくちゃ、さすがキットレンズという、まあコンパクト性になってます。本当にね、僕の思いつくメリットってこれぐらいなんですよね。まあ小さい軽いは正義と言いますので、ここをひょっとしたら、大きい価値観を持たれて、良好な判断をされる方もいるかもしれないですけど、僕はそんなに、この小さい軽いには正直惹かれなかったです。他の性能の方が、重要かなと思いました。まあこのキットレンズに関してはそんな感じになります。それでは、まとめも兼ねてですね、エンディング行ってみたいと思います。さあ、ということで本日はですね、α7C というカメラを購入するときに、このレンズキット、購入するかどうか、これ必要なの必要じゃないのというところを話していきました。改めて結論から申しますと、ほとんどの人が近い未来におそらく標準ズームレンズに手を出してしまい、儚くもこう眠ってしまうレンズだと思います。まあ逆にこのレンズを買ってもいいかなと思う人は、本当に予算ギリギリで他のレンズに当てる予算がもう取れないような方は、まあ買ってもいいかなと思いますけど、冒頭にも言った無印の 50mmF1.8 とかの方が同じ予算を使うならおすすめかなと思います。まあ、そもそもですよ、そもそもこの α7C をですね、予算ギリギリで買うぐらいだったら α7-3 の中古とか α7-2 とかね、まあ、もしくはこう動画撮るなら ZV-E10 とか、まあそっちのねカメラを買った方がよほどこう幸せになれると思うんですよ。皆さんもですね、ぜひ α7C を購入する際にこのキットレンズいるのかいらないのか悩まれてる方は、ぜひこの動画を参考にしていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で動画を終わりたいと思いますので、最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター等もやっておりますので、概要欄からぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。